はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ、今回のテーマは見方だけじゃつまらないというテーマで話していこうと思います。で、今日は11月22ですね。今、8時にいつもね日曜の8時にこれは投稿してるんですけれども、日曜はいつも10時からね夜の10時から自習室っていう一緒に勉強しようっていう生放送をやってるんですけど、今日は特別ですね。それはあるんですけど、その後の23時20分か25分ぐらいに、ちょっと生放送をする予定です。でそこでね、前からちょっと話していたちょっとある大きな発表がありますので、もしねまだ、23時25分とか、ね、になる前にこれを聞いてらっしゃる方は、夜更かしをねそれのためにしろとは全然思わないんですけれど、もし起きてらっしゃるようでしたらちょっと聞きに来てもらえると嬉しいです。本当10分ぐらいしか配信しないんですけど、発表があります。はい、よろしくお願いします。でもしね、それが終わった後に聞いてる方がいらっしゃったら、アーカイブとかでも残ってると思います。これのことかって思うと思うので、ぜひそちらもチェックしてもらえたらと嬉しいです。ではでは本編に参りましょう。で今回はですね、見方だけじゃつまらないっていう話なんですが、自分今日11月21の今深夜に、日付変わったんでねもう22になってるんですけど、21、その前の20日、つまり金土ですね。で、金があるオンラインイベントに登壇させてもらって、で土曜日の方が都内のある場所で講演会がありまして、なんでオンラインはね目の前にお客さんはいなかったですけども、人前で話すっていうのを、オンラインオフラインともにねやらせてもらいました。でありがたいことに今年入ってからね、コロナの関係で結構飛んじゃったのもあったんですけど、講演会をさせてもらうことがすごく多くなって、人前で話すことがね多くなってて、でいろんな講演会をしてきました。今までは、学生メインで中学校行ったり高校行ったりっていうのがメインだったんですけど、今年は動画にもねしましたけど、高校の先生の前で喋、らせてもらったりとか、でこの前はね高校生女子校 の皆さんの前、それも動画にしたやつですね、女子高生の前で話したりとか、で今回の講演は地域の方だったので、PTA の方とか、あとは地域の校長先生も数名いらっしゃっていただいたりとか、だからちょっと学生よりは平均年齢が少し高めだったんですね。でその YouTube 自体も全然普段から見ませんって方もいっぱいいらっしゃるような状況での講演でした。で今日は、今日って言っちゃうね、土曜日の講演は、実は今までで一番緊張してました。緊張というか不安が強かったですね。でなんでかっていうと、まず自分がいつもやる講演の時間、講演なんだ喋ってる時間ね、で大体30分から40分、30分ぐらいで大体こう一つのこうパッケージというか、喋る自分のテンポがもうできてて、こういう風に喋ればこのぐらいの30分で終わるかなってか分かってるから、大体それでいけるとこういう感じになるかなって想像がつくんだけど、今回80分から90分ぶっ続けて話すっていう回だったので、まずそこまでの話の持ってき方が初めてだったのね。だからそれをできるかどうかがまず不安だったっていうところと、事前にお越しいただく方々がこういう方ですっていうのは伺っていたので、普段の学生のみんなに話す喋ることとはちょっと違くなるじゃないですか。なのでどういった話の展開をしていったら来ていただいてる皆さんにとってね有益な時間になるかなっていうのを最後まで実は決めれなくて、でもちろんパワーポイントは作ってったし、それで喋ったんですけど、正直出たとこ勝負もあったんです。でやっぱりこう事前にね会が始まる前に話を伺ってると、全く自分のことは全然知らなかった方がやっぱたくさんいらっしゃったし、 YouTube なんて見ませんって方も本当にいらっしゃって、でちょっと言葉が悪いんですけど、やっぱり学生のみんな、だからこれの前はさオンラインイベントもありましたけど、その高校生の前で話す会だったから、やっぱりホームとアウェーで言うと今日はアウェーだったんですよ、めちゃくちゃね。でどっちかホームとアウェーだったら当然ホームとか喋りやすいわけです。だって喋っててやっぱりうなずいてるリアクションとかもすごい違うし、そう
で、みんなもさ、ちょっと想像してほしいんだけど、何かをじゃあ発表しなきゃいけない、みんなの考えたアイデアをなんか発表しなきゃいけないときに、仲のいい友達とか、まあ、部活仲間とかわからないけどね、の前で喋るっていうシーン、ちょっと思わんのか想像してみて。それと、じゃあどうしようかな、あんまり普段接したことのない偉い学校の先生をの前でそのプレゼンするというか発表するってなった時って、やっぱり全然心持ちが違くなりません？そうで、やっぱり人っていうのはその喋りやすい状況、まあホームとアウェイで言ったらホームの方に、まあもちろん居心地の良さを感じるわけだし、できればそういうとこにいたいなって思うと思うんですけれど、今回のタイトル、まあ味方ばかりじゃつまらない、別にアウェイだった今日が皆さんが敵だとは思ってないですよ、ちょっと言葉のあやで申し訳ないんですけど、味方だけ、喋りやすい人だけがいる状況でいてしまうとですね、やっぱ成長しないんだよね、うん、もちろんそこで仲がいいけれども言うことはちゃんと言ってくれる人がいれば違う、釘を刺してくれるというか、違うものは違う、ダメなものはダメ、それはダメだよとダメ出しをしてくれる人がいればいいんだけれど、学生時代ってなかなかそこ難しいと思っていて、だからいいんじゃないいいんじゃない大丈夫だよみたいな感じになってしまうと、やっぱそこって人の成長が伴わないんだよね。で、今日すごいアウェーで、で今までもさ、今日だけじゃなくて、例えば、去年とかで言うと、Google さんがね、こうイベントされた時によく呼んでもらって登壇してたんですよ、 Google のブースでね。でその時とかって、特に何か企業の方、本当にフラって、その展示会みたいなのがあるんだけど、展示会のいろんな展示、会社が出してて、たまたまフラッとなんか寄ってるの見てみようかなっていう、だから全然自分のこととか知らないしっていう企業の方がバッて並んでる前で喋ったりすることもあるの、まあ、もう完全アウェーよ、まあまあ、もうドアウェー、今日よりもアウェーだと思う。でもそういう時って、いや緊張するよ、ね、何か喋ってさ全然こう刺さらなかったらどうしようとか、ね、そしたらもう地獄の時間が待ってるから、そうするとでも確かに緊張はするんだけれど、めちゃくちゃチャンスだと思ってるの自分は。で、なんでかっていうと、例えばね、さっきで言った高校生の前、自分のことを知ってる、しかも前回は希望者だったから、全員じゃなくて希望者だったから、自分の話を聞きたいと思ってる子たちに向けて話すっていうのだと、もちろんその子たちにとって伝えたい話をちゃんと伝えるし、その子たちが、聞いてよかったなって、頑張ってみようって思ってもらえる話をしてるつもりだから、それはしてるんだけれども、自分を応援してくれる、もっと言うと自分のことを知ってくれる人は増えないんだよね。わかる？伝わるかな？自分はこの YouTube の活動っていうのをとにかく認知してもらう、もっともっと広めてもらうことが自分のミッションなのね。そう。で、それで教育、いや YouTube の教育部門っていうものを知ってもらうことによって、もっと盛り上がるし、この分野は俺だけじゃない、それは他の今頑張ってる他の教育 YouTuber の子たちもやりやすくなっていくはずだし、これから新しく初めてやっていこうっていう方もやりやすくなると思ってるから、やっぱり知ってもらわなきゃいけない。で、今日みたいに全然 YouTube なんて知らないです、よくわかんないですって言ってる方も、伝わるかわからん、不安だけれども、もし自分が喋ることで、あ、なんか YouTuber ってみたいな、なんかもしかしたらニュースとかで見ててさ、なんか変なやつがいっぱいいるらしいよって思ってた方が、あ、意外とちゃんとしてよ、ちょっと見てみようかなって思ってもらえたら、新しく知ってもらうこともできるし、 YouTube っていうものの認識も変わる、変えてもらうことができる。めちゃくちゃプラスなんだよね。むしろマイナスだったものがプラスになってるから、振り幅が大きい。そう、だからそう思って臨みました今日は。で、結果的にもちろん来てくださった皆さんに、ね、話を聞いたわけではないんだけれど、だから懇親会というか終わった後に、全員はねあるとね、やっぱり密になっちゃうので、かなり少人数でこう席を離してお話しさせてもらう機会があって、割とお褒めの言葉をいただきました。なんか今まではね、こう80分とかやっぱ90分話すとやっぱり眠くなるじゃん。みんなも想像して、90分で同じ人の話を聞き続けるんだよ、俺絶対飽きるもん。そう、でもいつも眠くなるんですけど、今日眠気が来なかったんですとか、やっぱ YouTube
の、まあ、YouTuber っていうものへの、あ、こういう人もいるんだっていうのが考え方が変わりましたとかね、単純にも話が面白かったですとか言っていただいて、頑張ってよかったなって。もちろんみんながみんながそうじゃないよ、そうじゃないからね、眠そうな方もいらっしゃったし実際そうそうそう、だから反省点はもちろんあるんだけれど、そういうふうに思ってる。で今回何がね伝えたかったかっていうと、まあ話した通りなんだけどさ、みんなもこれからまあアウェイというか居心地の悪いところで頑張んなきゃいけない時が出てきます。でも今日の俺みたいに、なんて、あ、学生じゃないから喋るのやだな、めんどくせえな、辛いな、って何か言われたらどうしようって望むのと、いや思ったよ、そう思ってる自分もいるけれども、ね、こう伝わらなかったらどうしよう、失敗したらどうしようって思ってたけど、でもチャンスだよな、これは自分が頑張ったらね、このマイナスのイメージを持ってる方がプラスになる可能性だってあるわけだって、だから全力でやってこようっつって。だって今日これからね、この後に発表するそのテレビの今日も密着の取材がついてくださってて、その前回の高校の時もついてくださってたんだよ、ね、いてくださってて、で同じスタッフさんだったんだよね、両方聞いてるわけ。そしたら今日、はいさんって、前回30分だった高校は、今日80分か90分じゃん、同じテンションで話すんですねって言われたの。だから30分30分のやっぱこうエネルギーの出し方があるんだけど、最初抑えようと思ったんよ、ちょっとペース配分を考えて。そしたらね、やっぱこう喋りたい気持ちがブワッて、やっぱこうさ、気持ちを乗せて話さないと意味がないと思ってる人間だから、そしたらね、駆け抜けちゃったんだよね。で喉を壊すっていう今ちょっと喉痛いんだけど、でもなんかだからこそ伝わったものがあったんじゃないですかみたいな言ってくださって、まあそれがね本当にそうであれば嬉しいなっていうのが、まあ、感想でございます。なのでちょっとまた話それちゃったけど、みんなもこれからそういった場面が出てきた時に、アウェーであっても考え方次第、見方次第でね、捉え方次第で物事は変わって見えます。そう、うん、であとはそのなんていうかな、仲良し小良しの状況もとても大事だよ、癒されるその居心地のいい場所は大事なんだけれど、そこだけでとどまっておくと、気づいたら自分が何も変わってないっていうのにふと気づいてしまう時がやってくるので、そこのバランスをよくちょっと考えてほしいな、そういう視点を持ってほしいなと思って今回喋らせていただきました。はい、ということで今週のダラダラジオは以上でございます。さて、冒頭にもね話しましたが、この後に大きな発表がございます。まあ大きな発表って言っても俺の中では大きな発表です。特に、最近ね知ってくださった方は、そうなんですねぐらいで終わっちゃうと思う。ただ昔から、自分のことを知ってくださってる方はきっと一緒に喜んでくれるんじゃないかなと思っておりますので、そちらの発表の方もぜひ見てもらえたら嬉しいです。はい、ということで、以上ですまた来週ね何か喋っていきますので、よかったら次回の方もまた聞いてみてください。では今週のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ごめんなさい、スマホ鳴りました以上です。ありがとうございました。